どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、今の季節にぴったり爽やかなアイドルの曲、小泉今日子さんの渚のハイカラ人形を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。これは元気になるやつですから、テンション上げていきましょう。夏直前ぴったり、はい、いつものように2バージョンですよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレリーオリジナル超絶簡単バージョン。後半はあのかっこいい独特のポップな感じをリズムでガンガン表現して、爽やかにやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、思い出の曲、いつも歌ってるあの曲をですね、楽器を弾きながら自分で歌う弾き語り、これぜひね、もうほんと楽しんでやってほしいなと思うんですけれどもね、ピアノとかギターとかちょっと難しそうだなとか、まあ楽器を苦手なんですって方結構多いんですよね。ウクレレがありますよ。ウクレレはね簡単です。弦も4本しかないし、ちっちゃいからいつも触っていられるということでございまして、ぜひこれおすすめしたいですね。音楽諦めた方、ウクレレだったらできます。でもやったらわかりますけど、ものすごい奥の深さなんですよ。簡単だけどしっかりこう楽器としてのこうパフォーマンスがもうその奥に隠れてますから、ぜひ気楽に始めてみてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ながら、動画を見ながらウクレレ弾いてるだけで、どん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 できるようになっちゃうんですよ。これがもう面白いですよ。で、YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見れるし、テレビに映せることも今やもうできる時代です。はい。無料ですから、どんどんやってみてください。本当にびっくりすると思いますよ。で、もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1の1番からずっとこう、ウクレレ触りながら見ていただくだけで、あら私今できたってすぐなりますからね。いってらっしゃい。はい、じゃあここにリンクあります。初心者レッスン、ここいってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためた700曲以上のありとあらゆる音楽が、ウクレレで超簡単に弾けるようにしたレッスン動画としてアップロードされております。夏メロから、定番の J-POP、最新 J-POP、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、演歌まで、もう何でもありますから、皆さんの好きな曲探してみてください。先ほどのリンクのところの下の方に行くと検索できたり、リストから探したりできるようになってますんで、お気に入りの一曲、どんどん見つけていきましょう。さあ、早速やってみましょう。まずはシンプル簡単バージョンの方から、小泉今日子さん、渚のハイカラ人形やってみます。ワン、ツー、スリー。渚のハイカラ人形、キュートなヒップにズキンドキン。渚のハイカラ人形、眩しい素足にズキンドキン。あっち向いてて、ダメよ。覗いちゃ止めた車の影で着替えた誰も足跡まだつけてない一足お先の砂の上おダーリンやったね全然本気君に夢中さやったね波乗りみたいに浮気な人ね こっそりビーチで口説かれちゃったら大きく NG 小さく方がいいの One, two, three 渚のハイカラ人形キュートなヒップにズキンドキン渚のハイカラ人形夏まで待てないズキンドキン Say no ジャガジャン渚のハイカラ人形小泉京子さんの曲ガゼレ理由簡単バージョンやってみました。はい。爽やかというか、時代がね、やっぱもうキャピキャピ時代ですからね。はい。いい感じです。で、今のガゼレ理由ショートカットで、ショートカットバージョンで1番から1番の、あの、サビまでやったということでございますけれども、フルでやりたい方は、コードと歌詞を書き出してやってみ、2番ね、あの、歌詞が違うだけで一緒ですからね、コード進行。で、テロップと見ながらで、弾けるようになったら、今度は自分で紙に書いて、それを見て自分だけでやってみましょうと。
で、今イントロがあるんですけど、これちょっとね難しいコード出てくるんで、シンプル簡単バージョンでは省略しましたが、かっこいいバージョンでやりますよ。やった、これかっこいいですよね。はい、ここから今始まりました。メモってってください。で、ここの2行がサビから始まるんですけど、ここ見てください。感想、イントロ感想があるんですけど、ここ後で解説しますね。今ここもね、シンプル簡単バージョンは省略しました。ここから入りましたね、A メロね。はい、じゃあメモってってください。まあシンプルです、すごくね。はい、一時停止でね。で、なんとですね、思ったよりこう曲が長いというかですね、しっかり曲がこう作ってありましてですね、2ページにわたりました、今日は久しぶりに。はい、これ2行がこっちになっちゃったんですけど、はい、で、ここまで来たら、サビへ行って終わったというのが今なんですけど、かっこいいバージョンではここの後、イントロのメロディーで、エンディングをやろうと思ってます。はい。で、いつもそうなんですけど、ここに、カッコしてるじゃないですか、ここ。こういう下に、まるっと囲ってるやつは、かっこいいバージョンでやるやつのメッセージとコードなんで、ちょっと変わってきますね。こっちも、どっかにあるかな。こっちは、こういうところね。はい。決めがありますとか、いろいろ書いてあります。はい。なんで、こんな感じでございます。じゃあ、コードの解説いきますけど、結構ね、コードは多めで、今やったのはこれですね。Cam、F、Dm、E、D7、G7、E7、Em7。この8個のコードはもう、出た超ガズレレ、土定番コード、オールスター製造類、8個のコードです。ドン、これです。ガズレレ必須コード。必須必須。はい。コードというのはですね、星の数ほどある。何十万何百万と実はあるんですよね。で、それを全部覚えようなんてそもそも無理でございまして。で、そうやってじゃあどうしようかってなった時に、このウクレレで音楽を眺めた時に、ものすごい便利な超基本コードがあるんですよ。それがこのガズレレ必須コードと私が命名しているやつで、8個あります。それが今日、オールスター勢揃いです。で、この8個のコードは、ウクレレ用で音楽始める方は、まず最優先で覚えた方がいいと思うんです。1個ずつは超簡単なんですよ。これ1個も簡単なんだけど、8個も一気に覚えるのは結構ね、うわ、8個かと思うじゃないですか。私がめちゃくちゃ覚えやすく頭にスコンと入るような楽しい動画をですね、私が撮ってるんです。はい。ここにリンク貼ってます。この動画で8個のコードは完全マスター。これは楽しく覚えてくださいね。それ全部今日は出てきますんで、コードの勉強はここでやってください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、どんどん進みますよ。まずですね、かっこいいバージョンで出てくるコードがあります。さっきも言ったんですけど、このイントロでちょっとね、普段出てこないコードが出てくるんで、ちょっとここのコードを解説しちゃいましょう。しちゃいましょう。なんか変だったね。まずね、この Cm っていうコードがあります。これなかなか出てこないです。これよく見てくださいね。Cm は、押さえる場所、こことこことここの3つですね。4弦押さえないです。つまり、こうとかですね。ビチャッと押さえます。まあもちろん人によってはこうでもいいですよ。こういう響きです。薬指で押さえてもいいと。これでももちろんいい。はい、で、初心者の人がまず最初に引っかかっちゃうコード。代表。Fm。これも出てきますね。Fm はですね、押さえる場所が、ここと、ここと、ここと、ここで、こういう風に押さえるのが、まあ一般的で。これちょっと難しいね。はい。で、ガズさんの場合は、親指でこの4弦のところを押さえちゃうよってことで、親指で押さえる人は、ここにギュッと握り込んじゃう。ここぴったりひっつく感じ。で、人差し指で押さえる人は、ここちょっと隙間空いた方が、ここにね、ちょっと隙間空いた方がいいと思いますよ。はい。どっちでも、いいと思います。音は、出る音は一緒ですから。はい。Fm。この2つのコードを足して、かっこいいバージョンやってみようと思います。で、かっこいいバージョンのリズム。これがまたかっこいいんですよね。ちょっと今回深いですよ。なかなか難易度高いです。まず基本的には全部8ビートのチャでいきます。はい。OK ですね。8ビートのチャっていうのはこんなやつですね。あっち向いてて、ダメよ。こんな感じで、トンチャッとス、トチャッツ、トンチャッとス。このチャ、このチャで、打楽器の要素を加える。ドッパとスッとパ、ドラムのパ、この音を、やっております。8ビートのチャがまず出てきますと。それで、次が、ここに書いてあります。カッティングっていうのが出てきますね。カッティング。カッティングっていうのは、ね、なんていうのかな、こう、例えば C を押さえて、パッと左手で触るって音を止まるんですよ。そこの時にカチッとやるというような感じ。これはですね、どこそこっていうか、キメが多いんで、その時によく出てくるっていうニュアンスかな。なんで、これもちょっと出てきますね。あとは、今も言ったんですけど、キメが多いんですよ、キメ。あとでこれ解説していきます。で、あとこれですね、これがね、多いです。このマークです。この矢印のマークは、リズムがボーンと前に入る。
シンコペーション、リズムが前にスコンと食い込んでくるやつです。どこで出てくるかというとですね、やったね。あ、じゃあ最初の渚さんの灰から人形のいきなり始まりもそうなんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。渚さんの灰から人形ね。ワン、ツー、スリー、フォー。なー、アップでコードが始まります、ね。ここの今出てると思うけど、最初のシーンのところに矢印がついてる。ワン、ツー、スリー、フォー。渚さんの灰からってなります。で、あとね、後半の方、中盤後半でいっぱい出てくる。やったね。やったね。全然。本気の時もそうなんですけど、一番多いのは、こっそりビーチでだな。ここやりましょう。ワン、ツー、スリー。こっそりビーチで。口説かれちゃったら、たたかたか、スパーンだ、ランダム、スパーンだ。全部、矢印入ってるでしょ。これはシンコペーションマークなんで見逃さないでください。前に、ぐっと食い込んでくるから、8ビートでやるとアップでコードが変わるってことになります。A マイナー、ここのこっそりビーチだと、ワン、ツー、スリー、フォー、ほら、アップでしょ。こっそりビーチで、はい。このシンコペーションマーク、お忘れなく。はい。で、決めなんですけど、上から順々に見ていきましょうか。はい。まずここ。なぎさんの肺から人形級というのはヒップにズッキンドッキンのとこ、ここ、ツタッツタッ。決めたいですね。で、スタッスタッと余っちゃうんで、カッティングでここ埋めるって感じです。ちょっとやってみましょうか。なぎさの灰から人形、次ですよ。キュートなヒップにズッキンドッキンカッカッカッ、なぎさ。わかる？ズッキンドッキンカッカッカッ、なぁ。シンコペーション、次のなぎさの灰から。キュートなヒップにズッキンドッキン、なぎさの灰から。こんな感じで、ズカッカッ、チャッカッ、スカビートですね、ここ。ズッキンドッキン、これカッティング、こんな合わせ技でやってみようと思います。ちょっと難しかったら、キュートなヒップにズッキンドッキン、な、普通に8ビートでやっちゃってもいいですけど、このズッキンドッキンちょっと合わせるとね、やっぱかっこいい。はい、次の箇所ですね。イントロの、あ、まず最初にサビから入って、ここのフレーズ、このイントロ間奏ですね、ここずーっと C を弾いて4ブロックやるんですけど、これ見てください。1弦の33355337775555333っていうフレーズが入るんです。これ全部一弦で、他の弦は開放弦で全部弾いておいていいです。これは、比較的簡単だと思うので、ちょっと皆さんもチャレンジしてみてください。C を押さえたまま、この一弦のフレット数を弾くということですね。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。33355533777555337。これ簡単でしょ？ここ、2、3、4弦をずっと開放弦弾いておいていいですからね。7533537538向いててと入ってきます。これ、結構比較的簡単にできるかっこいいフレーズですから、やってみましょう。B メロに行く前の、一足お先の砂の上、おだりん、だんだだん、やったね、と。ここにちょっと決めがあります。ちょっとここに書いてあるんですけど、まあ、テロップに書いておく。これを読みながら やると結構わかります。一足お先の船の上、おだりん、だっただったった、E7。だっただったった、アップで E7。E7 は次の、やったねん時の、シンコペーションですからね。もう一回。一足お先の砂の上、止まる。おだりん、だっただ、やった、ねでアップね。はい。ここ決めです。で、それと同じようなところが次のところにもあります。なみの、全然本気、君に夢中さ、やったね。今度は、やったねで D7 になる。君に夢中さ、やったね。ね。シンコペーションでしょ。ここ決めです。だったパーンですね。はい。ここが決めが入ると。で、ここ、大きく NG、見てください。つたったーって書いてある。ここもやりたいですね。大きく NG、パッパン、小さく OK、タッタン、ンタッタタン。最初、チャから始まる。タッタッタン。もう一回。大きく NG、タッタン、小さく OK、タッタタン。決めがね。この辺、カッティングとチャの融合ですね。ほいで、ここがね、かっこいいんですよ。男の子って、ここのところだけ一個ずつコードを変えていく。これが渋いですね。はい、やってみましょうか。大きく NG、ツパッパー。小さく OK、ツパッパー。次です。男の子って、もう一回。男の子って、F、G7、FC。
こういうのを入れて、ちょっと大盛りになっちゃいましたけど、やってみようと思います。あと、ちょっとこれ、コードの技一個入れますよ。コードのフレーズね。ここです。やったね、波乗りみたいに。浮気な人ね。ここ G7、こう 4つ並ぶんですけど、最後のところ G7 で、G7 一回弾いて止まってから、2弦の0、3、4です。ここちょっとやってみましょうか。波乗りみたいに、浮気な人ね。ここね、止まる2弦の0、3、4、Am に行きます。流れでやってみましょう。波乗りみたいに、浮気な人ね、たーん。こっそりビーチでってなります。2弦の0、3、4です。全部2弦。0、3、4、早いですよ。こっそりビーチで、この決め。ちょっとこれ弦が細かいですけど、ちょっと難しい方はこのまま G7 で引っ張っておいてもいいです。ちょっとこだわりたい方は、こっそりビーチでやってみましょう。はい。では、そんなことを踏まえながら、なぎさのハイカラ人形軽やかに、夏直前のテンション、キャピキャピテンションでやってみようと思います。ガゼレリリュー、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ズキンドキン、ズキンドキン、ズキンドキン、ズキンドキン。から人形小泉今日子さんの曲、ポップでキャッチーでもうハイテンションですね。これはね、愉快です。で、かっこいいバージョンはすぐ決めがちょっと多いんで、もうはしょってもいいですよ。あの8ビートでガーッと弾くでもうバッチリこれは盛り上がれる曲だと思いますんで、もうご自身のこの気持ちがいいところでやってみましょう。これやっぱりね、大きい声で歌ってテンション高めるっていうのをゴールにしといた方がいいですからね。その中でよりテンションが高めたい人はこういうのやってみるとまた面白いかなと思います。楽しの音楽やりましょう。ありがとうございました。ガズレレいろんなことやってます。イベント日本全国駆け巡ってます。今日また新しいイベントがちょっと追加されまして、8月4日ですね、真夏ですけど、山梨県の、甲府昭和イオンモール島村楽器店さんでガズレレイベントが開催されることが決定しました。ホームページに詳しく書いてありますけど、まあその他諸々の情報などこれからちょっとご案内しますので、お時間ある方はご覧になってください。ですね、まあ6月はあの沖縄ありますんでね、それもちょっとこれからご案内ご覧になってください。他にもね、本出してるとか、このウクレレクラウドファンディング情報とかまだちょっと遅れてますけど、いろいろあります。ご覧になってください。今日はありがとうございました。チャンネル登録などもお願いいたします。楽しく音楽やろう。ありがとうございます。それではご案内どうぞ。はい、ガズレレいろんなことやっております。まず最新情報こちら、ドーン、これです。これ100曲入りのリットーミュージックから出てるガズウクレレ簡単ウクレレソングブック、はい、これがですね、見てください。この曲こんだけ入ってます、曲が。しかも超絶簡単版、こんな感じになってます。
これはですね、もうありがたいことに Amazon で1位獲得中でございます。それだけの方が楽しいって言ってくれると思ってますんで、まあ、よろしくお願いします。これどんどん、こんな本またいっぱいありますんでね、ホームページチェックしてください。まずガズレレオ .com ね、はい、ここにホームページのリンク貼っておきますけど、ホームページ見たら大概いろんなこと書いてますんで、はい。じゃあイベントのご案内、イベントはですね、はい、こちらです。まず6月16日沖縄那覇でガズレレ、沖縄とウクレレとかも合いすぎる、やばいですね。はい、来てくださいよ。6月16日に沖縄なんですけど、その前日に純駆動書店さんでトークショーアンドサイン会無料です。この本の発売イベントやりますんで、そっちも、押しかけてもらって、その流れで翌日もガズレレで盛り上がろうって感じでいいと思います。はい。で、長野も行きますからね、長野お待ちしてます。その次奈良もあります。みんなでウクレレ持ってきてワイワイやろう、これが楽しいんですよ。みんな同勢で一曲やるこの感覚、はい、お楽しみにしておいてください。はい。東京都内でこちらです。ドーン、千人ガズレ、千人ガズレ、これも毎年恒例、 3年、今年3回目になるんですけど、もうこのこれね、こういうことです。千人ガズレアースガーデンっていう代々木公園でやってるイベントの中にガズレレのタイムを設けていただいて、そこでもう無料イベントです。参加、皆さんどんどん参加、参加申請とか入れて、勝手に来て勝手に混ざって勝手に歌って帰る、これが最高なんです。もう課題曲5曲決まってます。課題曲のリンクここに貼っておきます。時間はね、もうちょっと来週公開になると思います。はい。まず曲練習しておいてください。これみんなで歌いましょうね。面白いね。はい。で、ブログも書いてるんでね、読んでみてください。あとはこのウクレレ、今使ってるこのウクレレ、クラウドファンディングでベトナム製で単板、全部、オールハンドメイド単板製です。すごい高品質のウクレレをクラウドファンディングで皆さんシェアしたいと。これもちょっと遅れてまして、6月前半になっちゃうかな。はい。いろいろちょっと遅れ気味で申し訳ないですけど、テンションだけは巻き気味なんですけどね。はい。いつものことでございます。はい。ありがとうございます。はい、ガズレレのことやってますんで、フォローしてください。楽しいことはどんどん広げましょう。楽しい方はどんどんガズレレご活用してください。くださって、こう、みんなに広げてくださいね。チャンネル登録もお願いいたします。さよなら、バイバイ、またね。じゃあ。